今大注目の HKT48 が初めて食べる味でギュッとしてください。地元福岡でぶらり旅。ムツゴロウ、蜂蜜食べたいの。今回は福岡一のおしゃれタウン天神を舞台にハプニング連続の珍道中。メンバー一の清純派がアイドルらしからぬファッションを初体験。どうぞどうぞ。おお、入っていいの？どうぞ座ってください。そちらに。ほんま、なんなんここ？私の家です。マジで？はい。じゃあちょっとお邪魔しますわ。 HKT48 のお出かけ。はい。実は1回目、うん、2回目は指原もロケに行っていたんですけど、今回参加していなくて。大丈夫なんそれ？言うてもね、 HKT みんな頑張ってるけど、目玉の一つとしてやっぱ指原っていうのがあるわけやから。いやいや、卵入ってない月見うどんみたいなあれへんのかすごい、見ます、聞きました。もう一回聞きましょう今の。いや違う違う違う、どうでしょう。そんな恥ずかしいことないよ。でも2回目好評だったみたいですよ。ほんま？指原のお母さんとかは。いや身内はもう褒めるしかないから。あんだけテレビ俺の番組見てるおかんでも何にも言うてけん。さあ今回もファン獲得のためにお出かけをしたいと思います。ええやん、ええやん。今日のお出かけセンターは私、吉野メルです。よろしくお願いします。お出かけセンターは HKT48 2期生のエース13歳の田島。今回は全員16歳以下と超フレッシュなメンツだが、さてその若さが吉と出るか凶と出るか。今日お出かけする場所は福岡の中の若者が集まるおしゃれスポット天神。福岡の最先端が集まるおしゃれスポット天神。流行に敏感な若者たちをファンにできればアイドル戦国時代を勝ち抜けるはずという目論見。まあ人数やっぱ多い目のロケやからね、そうね、子供のええところ出してほしいもんですよ。まあ村重の方が可愛いけど。まして唐辛子効いてないですね。泣かしてる感じがする。ちょっとなんかやりながらちょっと。あ、お菓子食べたいな。あ、この間ね。え、なんか美味しそうだな、おしゃん。あ、なんかさ、お腹空いた。ちょっと日常の喋り方すぎるね。どんな饅頭なんですか？ムツゴロウの形をしたお饅頭。たい焼きの中にお惣菜が入ってると思って。最初に立ち寄ったのは博多ムツゴロウ饅頭。若者に大人気のご当地グルメだというが、その秘密は饅頭の中身にあるらしい。4個もらってもいいですか？ロジウラホネク。私 R1 の R1 出たんですけど、2回戦まで突破したんですよ。ここで爆弾娘村重が挨拶代わりに恒例の一発芸を披露。店員さんの心をつかめるか。明太子、辛子、焼かれて焼き明太子、焼き目辛の、ムツゴロウ。ヒットしてないのにワンチーン作ってるやん。私たち福岡で活動してるんですけど、グループ名とか知ってますか？何ですか？ HKT。 いや知ってくれてて、ね、ありがたいね。グループ名とかわかんないんです。あのうちのバイトの子らすごくファンで、あの今日はあのいつも見てて、はい、今日ちょっと来てないんですけど、劇場とか応援してる。店内で焼きたてをいただける方に。いただきます。あらばお元気ないい方。おし
それもおしゃれね。もうちょっと買ったらええやん。おちゃめっちゃ美味しい。すごい具が入ってるね。すごいこれ。マヨネーズがめっちゃ美味しい。美味しそうやな。美味しかった。初めて食べる味。そう。ハムエッグ。どんな味か教えてほしいね。やけどせんようにね。湯気。すごい熱々できてるな。おいしい。半熟だよ。半熟。今のところ温度の話しかしてない。かわいい。十分。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。もうただの食事やん。ごめんなさい。レポートしてよ、レポート。ありがとうございます。美味しそうなの伝わったけどね。あ、美味しかった。お腹いっぱいになったね。ね、あったかかった。じゃあ次、おしゃれな人を探そうか。はい、やっぱ統率が取れてない感じしてるね。みんながバラバラしてるわ。あ、みんなこれ、この通りはちょっと見たことあるよ。ちょっとなんか見たことあるんですか。まさかのまさかのあった私も AKB ショップ。あ、AKB ショップ。 AKB ショップ。赤ちゃん、そうだ、びっくりするんじゃん。びっくりしますよ。あ、不思議なんだ。あ、さすがに。せっかくなのでと立ち寄ったのはAKB48 カフェ&ショップ。 AKB 関連のさまざまなグッズを販売しているのはもちろん、 AKB48 とカフェが共同開発したオリジナルグルメも楽しめるんですよ。かわいい。村重村重かわいい。村重さんすごい。かわいい。自分で言うの。奇跡のツーショット。犬女子かい。かわいいな。あ、今までのポスターとか。私のなんですよね。あ、びっくりするよ。私で HKT48 のファンを獲得しようと思ってるんですけど、はい、皆さんは誰推しですか。もちろん村重だよね。 HKT やったら誰。村重ね。やったじゃん。言わしてるやん。誰かさ、特技見せようよ。あ、それがいいな。私ね、森保さんの一発ギャグみたいな。足ですか。普段はクールな感じなんですけど、普段はクールな森保が一発ギャグに挑戦。さあ、お客さんのハートをつかめるか。握手してください。握手で、ギュッとしてください。痛いよ。あ、それはあのゴールデンコンパスの新食感ですね、これ。あ、俺盛り合わせ欲しい。食べたことない。負けじと若食べがとっておきの自己アピールを。滑る内容。円周率の下40桁言えることが。わ、すごい。3.141592653589793238462643 243 3 2 9 7 1 4 1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  9 7
ありがとうございます。頑張ってください。少々先が思いやられるが、さらなるファン獲得を目指しお出かけは続く。気になるところありましたか？気になるとこだらけよ。買い食いして自分らの店行ってるだけですから、なんでみんなあれギャグとかやりたがんのかね。明太子すんねん、あの子。評判でもないのにアレンジ加えてたよ。役割分担もまだ決まってないやんか。そうなんですね。例えばなんかこうちゃんとしなさいみたいな、うんうん、まあ、生徒会長みたいな風紀委員みたいな人がいれば、いないね。まあ、それが結局ツッコミみたいなことになるんやけど、明太子言うたってそのままチューブラリンやんか。
どの子がそういうまとめ役に向いてるんですかね。あの目のパッチリした髪の毛こうしてた宮脇桜ですね。だあの子がまだしっかりしてる方なんじゃないの、うんうん、しっかりしてますね、でもあの子もあの子で目立ちたがりというか、自分が全然喋らないところでも結構カメラ目線やったけどねもうシャープ1の時とシャープ2の時とシャープ3でドンって盛り上げていかなかった。でも今まで右肩上がりやった映画はもうバックトゥーザフューチャーだけですからあと全部2以降こけるんですよ。おしゃれな若者をファンにするべく福岡の最先端が集まる天神にお出かけ。後ろ後ろ、あのさ、美容院の人っておしゃれおしゃれだよね。じゃあ髪の毛がおしゃれなんだよ。アイドルが浮いてんのに全然人集まってけえからね。そうそう、自分でおしゃれじゃないとさ勧められないじゃん。あおしゃれだね。ねこのお店おしゃれなんですよ。おしゃれだ、すごい、ね、これ好き、なんかかっこいい感じ、ね、ロックな感じだね。すいません、ね、すいません。ほんとだ、スタッツばっかり、フェンションおしゃれ、うわおしゃれ、めっちゃおしゃれなんだけど、すごいおしゃれだよ、この人おしゃれな方が。へぇー、これ何ていうお店ですか。クローゼット、クローゼットさ、めちゃめちゃ入ってるやん。ピアス飛行機乗られへんであれ古着を中心にリメイクなど幅広く展開するクローゼット。個性的なパンクロックファッションが博多のおしゃれな若者から熱い支持を集めている今一番熱いショップ。一方はカリスマ店員エヴァさんのコーディネートをお店の外で拝見させてもらうことに。なぜかというと、あ、人数多いから中でロケできへんね。そうそうそう。それでは店員さんのファッションをチェックしたいと思います。はい、はい、今日のおすすめのポイントってどこですか。あ、このジャケットポイント、おすすめジャケットポイント、すごいな。テーマは何ですか。ロックですね。すごい奇抜なんですけど、自分のこだわりとかってありますか。ファッションのこだわり、好きなもん着てます。グループ名とかってわかりますか。 HKT。 まあ、このメンバーの中でコーディネートをしてもらいたいんですけど。ホントに普段じゃん、違うでしょ、チャンネルが。ミオちゃんやってみよう。ミオやってみよう。ミオちゃん行ってみたいです。本当に来たことないんですよ。14歳。こんな可愛い子でもかっこよくできますかね。ああ、そう、控えめで切ると思います。おお、素晴らしい。お姉さんにコーディネートしてもらって。はい、じゃあコーディネートお願いします。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。頑張ってね。はい、というわけで普段は清純派ファッションだという友永をカリスマ店員がパンクロックにコーディネート。その変身ぶりに一同あぜん。この番組はユニバーサルミュージックとご覧のスポンサーの提供でお送りします。清純派友永がパンクファッションを初体験。一体どんな変身を遂げたのか。せーの、ミオちゃん。やったやったやった。嘘、え、ミオちゃん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 が食べましたみたいな。どんな気持ち今これして。なんかもう中指立ってるね。もう逆に何の感情も出てくる。なんかもう本当初めてのことばかりで、首輪とか本当に初めてつけたし、マスクも初めてだし、うん、新鮮です。何も。そらしてマスクだけあるの。ミオちゃん、今これ来たじゃん。声が大きくなった気がしない。ちょっと自信ついたの。はい、なんか破れました。わー、本当だな。このミオちゃんのファッションのポイントはどこですか。それが、うわ、いや、大事な顔見えてないから。守りじゃないか。すごいな。すごい。みおちゃん的なお気に入りはどれ？首輪。あ、そうだね。ダメ。このまま行くんだよ。そのまま行かすなよ。ミオ
ないよ。おかしいやん、一人メンバー。やばい、絶対怖い。かわいい、めっちゃ前が全部黄色い。見て、すごい、なんか登ってるよ。ここは何のお店ですか？ここはボルダリングといってクライミングをするお店です。超楽しい。指はめてね。続いて見つけた最新スポットがブラボークライミング。高さ 3.5 メートルの壁をよじ登るボルダリングという若者に人気の最新スポーツができるお店。でもおしゃれスポーツですよね、今注目の。実証運動神経抜群だというこの5名が初挑戦。それはみんな体力あるでしょ。教えてください。じゃあまず色の説明からさせていただきます。はい、まず色と数字が書いてあるテープが貼ってあります。はい、これに沿って登っていくもので色と数字を使っていくポーズになっています。なのでピンクの一番というのであればピンクの一番だけを使って登っていく。難しい。先陣を切るのは本日のお出かけセンター田島。両手を使って足を乗せてしまってスタートで乗せてしまって。難しい。頑張れ。難しいんだ。まあ、ダンスとこういうのはまた別か。何か見たら頑張れ。この後、パワフルガール村重も登りきり。村重、今日は頑張るね。ギャグもやるし。父親が元プロ野球選手の若田部。そして熊沢も難なくクリア。ナレーションベースです。はい、呼んでますよ。続いて宮脇がチャレンジ。その身のこなしにご注目。ここ宮脇あかんの。走り方がエヴァンゲリオンみたいな。その後は熊沢だけが難易度をさらに上げても見事クリア。ボルダリングをマスターしたところで、ああ宮脇以外は今回のお出かけは終了。気になるところありましたか？いやー、宮脇の足のサイズが 24.5 としか入ってこなかったですね。それ以外全部抜けていきましたよ。で、あんな普段可愛い
桜が、うん、だからボルダリングはちょっと一個見えましたよ、うん、何かやるといいんですね、一生懸命。そうだから困ったらもうどっか登ろしたっていいんですよ壁を、ミオが恐ろしいことになって。パンクファッションやろ。パンクファッションとか出てきた時もなんかわーとか言えんのかなと思ったら何の感情も芽生えへんかったからほんで、まあ、あのまま歩いていくっていうのは面白かったですけどねあれ面白かったです。めっちゃ面白かった、だからあの子に俺すごい期待してんのよ今回のロケ、おでせん、鹿島メルの評価をお願いします。おでせんはちょっと印象薄かったな。村重とか桃永の方がちょっと目立ってたところもありますから。かさっきのお出かけの中では誰が一番良かったですか。この後本日のお出かけ MVP を発表。さっきのお出かけの中では誰が一番良かったですか。歩いてる時の友永です。お出かけを終え劇場に戻ってきたメンバー。はい、今日もたくさんの方に HKT48 を好きになってもらえたんですけど、はい、みんな今日どうだった。変身しましたけど、クローゼットさんに行って大変身しました。ねえ、すごかったね。ミラーオタルだったね。パンチの効いた服だったね、あれは。そう、声大きくなったね。声大きくなったね。バイバーイ。むつご、いや、最悪だ。HKT48 のガンダム手作りバレンタイン、ついに運命の日。準備はバッチリしたから絶対大丈夫。大丈夫。手作りしたオリジナルチョコ、愛情たっぷりのラッピング、あとは渡す時のセリフだね。私の気持ちを受け取って。頑張って。赤いチョコならハートが伝わる。チョコレートロッテ。この番組はユニバーサルミュージックとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。